前節6得点と大暴れした首位のガンバ大阪は、ここを8試合負けなしの大宮アルディージャと対戦。まずは前半13分のガンバ、怪我で欠場したバレーに代わってトップに入ったバンドのシュート。これはサイドネット。バンド、山本さん、気合入ってます。そうですね、もう充実ぶりが伺えますね。続く35分、ガンバフリーキックのチャンス、キッカーは遠藤。これがバーです。見事でしたけれども、はい、遠藤らしいプレーですけどね、本当角の角ですね。対するアルディージャは41分、西村から小林大吾、枠を捉えることができません。両チーム無得点で前半を終了します。ハーフタイムに前線へのフォローを指示した西野監督、次第にガンバがゲームを支配し始めます。試合が動いたのは後半18分、家永、バンドのワンツーから家永の今シーズン2点目でガンバが先制します。家永、バンドと、山本さん、日本代表候補のこの2人、これはもう素晴らしいコンビネーション、ガンバならではというようなゴールですよね。勢い乗るガンバは34分、遠藤から二川の追加点でアルディージャを突き放します。いや、遠藤のため素晴らしいですね。攻撃の手を緩めないガンバは43分、追加点を決めた二川からマグノ・アウベス、3対0と試合を決定づけます。これも見事な、山本さん、連携ですね。いや、素晴らしいタイミング、そして動き出しですよね。で、この体開いたところがやはりマグノ・アウベス前ですね。ガンバは2連勝です。いや、本当ガンバは強いの一言なんですけれども、まあ、振り返ってみましてもですね、はい、6節に負けただけで、あとはここまで12戦負けなしなんですよね。まあ、さすがという感じとですね、はい、やはりゲームの終盤にそのゲームをひっくり返す力があるのがガンバの強さだと思いますね。前半無得点でもやはり後半こうきますよね。そしてバレーがいなくても誰でも点を取れます。やはり交代でから出てくる選手もすごいですしね、このマンゴーの動き出しも素晴らしいですよね。首位のガンバが強さを見せつけたというゲームでした。